祭りも校則破ったことないよな。意外にな、祭り真面目なんですよ。それ実は警察官の娘なんですよ。どう見えてるかわかんないけど。本当に？いや本当だよ。お父さんが警察で、お母さんが看護師。そんな家庭に生まれし、女。がこれ。お父さんお母さんごめんなさい。祭りは、ちょっと踏み外してしまったようです。いやなんかね、サッカー見に行って、出会ったって。要はなんか友達の友達らしいよ。友達の友達でなんかサッカー見に行ってその時に出会った陽キャっぽいエピソードやな確かにサッカー見に行って出会ったは陽キャマジで絶対一生ないもんな祭りサッカー見に行って出会わん普通ゴール決めたわねうまいうまいこと言うじゃんそのままゴールしたんかそうだよ松井ちゃんを産んでくれて感謝やそう言ってくれると嬉しいな松井もなんか生まれてよかった松井あれなんだよね流産しそうだったんだよね実はそう流産仕掛けの子だったんだけどお母さんが頑張ってくれたワンちゃん流れてたわ生まれた時もめっちゃ軽かったんだけど今はなぜかこんなにぷくぷくの食べるの大好き人間が生まれましたとさめでたしめでたしでもなんかさ生まれた時にさ軽い子ってさめっちゃなんかめっちゃ回るになるみたいな話を聞いたことがあるそういうことなのではないでしょうかなので仕方がないいた仕方がない出産って男だったら気絶するらしいそりゃそうだよねバカ痛いんでしょ松井のお母さんは身長小さすぎて、もう無理ってお医者さんに判断されて、帝王切開だったんだけど。帝王切開も痛いよね。子供が出てこれるくらいの範囲切らないといけないんで、腹を。無理だから、ちゃんと生きなきゃね。強く、たくましく。生きていこうみんな元気にいっぱい食べていっぱい寝よそんな素敵な配信になってしまったなんか青うぱを探し出すだけなのに3000回愛してるぞー。